石和比内市石洋比とは、同治10年に大陰君政権によって、李氏朝鮮全土に建てられた、鎖国政策維持の固い意思を示した石碑。石和比、用意審判比戦、乗り数手は大国思想内市思想傾向としての、衛星石者は、国家の政学である趣子学を強力に擁護して、洋学やキリスト教をはじめ一端の学を、 徹底的に排除しようというもので、全国に展開された書院によって、一般的に普及、浸透していたが、それを政治的な権利として、強力に進めようとしたのが1864年より、始まる、大院君政権であった。若年の王、高層のジップとして、執権を握った、おきのり大院君は、衛生赤者政策を強力に推し進め、 信仰宗教である東学や西洋からもたらされた天主教に激しい弾圧を加えた。また、用意すなわち、西欧諸国の勢力が朝鮮半島の沿岸に及ぶや、大陰君はこれを強行に排撃したため、日の江虎洋、夏美、かのと羊洋夏美と呼ばれる事件が起こった。この時、沖ノリ大陰君は朝鮮全土八道四軍に赤和比を混流した。 石踏みの混流は、かのと羊王、夏見のあった、同治10年4月から始まった。この石踏みには、用意審判非戦則は主和売国の文面が刻まれており、西洋諸国との和親を断固拒絶して、戦争に訴えても鎖国を維持するとの固い意志を示す、ものであった。また、理面には、会話が一万年子孫日の江虎作家のと羊律が、国され、 これを素法として、四々もこれに従うべきことを示した。多くは、河口岸星で、半寸はじめ朝鮮各地の交通の要衝200カ所に建てられた。その後、大陰君政権は、西洋文明を受け入れた、日本も、西洋諸国と同一視して、通称を求める日本に対しても強硬な姿勢を取った。この石踏みは、 外国の侵略を撃退する上では成果を上げたが、朝鮮の近代化を遅らせる結果しかもたらさなかったと評価される。高所八年八月、民死政権に対する旧軍兵士の反乱から起こった人口軍団が、新国軍の沖乗り大院軍拉致によって終結すると、大院軍の指則で、朝鮮王の抗争は教書を下し、開国、開化を国税とすること、邪教は、知り添けるが、 西洋の技術や制度は学ぶべきことを明示し、関和比の撤去を命じた。現在は、ソウル、富山、慶州、慶尚道の東雷軍、関陽軍、中西道の清州市など、大韓民国国内で約30機の遺物が確認されている。ありがとうございます。